さあ行きましょうか。はい、ではでは行きましょうか。これ動画ですからね、さやさん。ここ動画の一番最初ですからね、さやさん。いや、口内炎ができちゃってるんだけど。後編の一番最初、それでいい？それでいい？そう、本当に。先生、動画の最初ですよ。ちょっとプレッシャーになっちゃった。あー、プレッシャー。なんでよ。まだちょっとあの動画撮り始めて2、3本目なんで、ちょっと2、3本目なんだ。自分緊張しちゃった。2、3本目にしてよく喋ってんな。もつめさんちの坊やと申します。もつめさんちじゃねえな。内臓丸出し YouTuber。 気持ち悪すぎる。冒頭から飛ばしてくな、内容が。いやね、昨日さ、昨日の夜さ、一緒に喋ってるでしょ、さやが。さやが喋ってるでしょ。昨日の夜の話、しかも同じタイミングでし始めるのやめてほしい。昨日の夜さ、じゃねえんで。さやが喋ってるでしょ。喋れよ。やめんなよ、じゃあ。それでは。え、そんなもん、こんなもん15かつここに1本ここにも1本さあ、ということで残りはしっかり17本残っている中、ね、現在19本目まで。じゃあシャーペンでゲンさんの顔に書いてみたら痛い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 。マジックペンとかじゃないから。はい、うちのね、昔やったアキネーターお絵かき対決ってやつですね。それですね。はい、じゃあアキネーターお絵かき対決。はい、ルールは簡単です。はい、はい、いいえどちらでもないという質問で答えていって、10問質問してそのお題を当てられるのかという、そういうことです。お絵かき対決でございます。うん、あの相手が思い浮かべている、相手が思い浮かべているものを書けるかそうだそうだということですね。うん、そういう企画でございます。はい、はい、じゃあ30秒以内にお題を考えてください。スタート。決まりました。いや。じゃあそれは漫画のキャラですか。いいえ。うわ、違うんだ。違います。でもさやさんもね、聞きますか。はい、それはジャンプのキャラですか。いいえ。嘘。毎回僕がな、ジャンプだと思ったら大間違いだぞ。ゲームのキャラですか。ゲームのキャラです。はい、あ、じゃあゲイさんに質問です。はい、スマブラのキャラですか。スマブラに登場してますかってこと。そう。はい、やった。うっしゃー。おい、そりゃお前。2問目からもうゲイさんのね、もう思考なんてね、バッチリ分かってんの。スクエアイニックスのキャラですか。キャラです。スクエニのキャラだってみんな分かりやすいな。うーん、任天堂のキャラですか。いいえ。任天堂じゃない。いいえ。え、ここまで聞いたらもう聞いちゃう。まだ6問もあるんだけど、もしも5問に変える。ちょっとあのお互い夫婦の理解力高すぎて、あの10問は多いかもしれない。ちょっと10問は多いかもしれない。10問は多いかもしれない。まあいいや。じゃあさやさんどうぞ。でかい剣を持っていますか。はい、やったー。これはこれはやった。じゃあさやさんどうぞ聞いてください。その人はソルジャークラスファーストですか。興味ないね。その質問興味ないね。ドラゴンクエスト8のキャラですか。8のキャラです。うーん。はい、8番目です。それは、うん、主人公ですか。主人公です。何を聞かなくても始めようよ。もう虚無だよ、こっからは。ということで、はい、20分間相手の考えてたキャラクター当てられたのか。せーの、デドン。はい、大正解。クラウドストライフでした。イエーイ。興味ないねー。ゲンさんの質問はクラウドストライフでした。そしてドラクエ8の主人公エイトくんです。よかったね。ありがとうね。よかった。もらって帰るね。もらって帰らないで。俺のもらって帰るね。もらって帰らないで。ありがとうね。やめなさい。でもこの子ね、サラブレッドだから、うん、生まれはサラブレッドなの。な、ね、努力する天才。途中で喋んのやめんの。スキピ。あーじゃない。スキピ。企画いきますか。またはい、絵文字からキャラクター選手権。はい、ということで、はい、絵文字からキャラデザでございます。絵文字から、はい、絵文字3つお題ガチャっていうのがありました。おお、それでやっていきましょう。それでやっていきましょう、ね、せっかくなんで3つ、ね、3つなんでちょうどいいね。さあ、ということでいきますか。はい、じゃあ僕からいきましょう。はい、せーの、ドン。びっくり泣いてるキウイです。
びっくり泣いてるキウイ。はい。わ、やば。じゃあ、いきます。さやさん、いきますよ。せーの、どん。トラ。トラ ?CD のディスクで、なんかムッとした顔、ほら。なにこれ。じゃあ、20分間で今回もいきますよ。ちょっとお題が難しそう。うん、具体的なところが何もない。いきます。よーい、スタート。センシティブ、隠せない、何か湯気的なもの。湯気的な、ダメだよ、ゲイさん。少年漫画的にありがちな湯気。あ、気づいちゃったことがある。これ20分で描く絵じゃない。はい、ということで20分間、せーの、デドン。いや、なんかもういろいろ申し訳ございません。あ、いやいや、でも分かりますよ。なんかあ、でこれ、あ、時代は、時代は現代、まあ、ちょっと昔。あ、ちょっと昔、今よりちょっと昔、はいはい、なんか超雪山の寒い地帯、はいはい、まあ、で、これ相棒の虎です。虎ね。はい、相棒の虎です、はい、で、族長の跡継ぎですよ、うんうんうん、はい、まあ、すごい厳しい教育を受けて、はい、根性もあんまりあらわにしない、すごい無口なんですけど、この顔ね、そのムッとした顔ね、無口のね。ある日、はい、山の中を散歩してたら、はい、CD プレイヤーを見つけちゃうんですよ。え？それで、なんかこういろんな荷物とかがもうバラバラになってて、はい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 、スーツケースの中が、荷物、あの飛行機が墜落したみたいな感じね。あ、そうそうそう、はいはい、なんだこれと、なんだこれって初めて見るみたいな、うんうん、全然山奥から出たことないからさ、はいはい、で、なんかよくよく見たらこういろんなものが落ちてる。で、その荷物を辿っていくと、うん、まあ、小型の飛行機がこうちょっと不時着していて、なるほどね、怪我してる女の子とかがきっといるのかもしれない。あ、いい、出会っちゃうね。現代というか現代文化圏の、あ、そう、現代文化圏の人と、そう、この民族の、そう、何も知らない、そう、無口な男の子が出会ってしまう。あ、いいっすね、よくやったねこれ。これディスクとかようやったね。いや、そう。なるほどね。ゲイさんの方、はい、なんかちょっとドキドキするな。しなくていいのよ、大丈夫、ちゃんと隠してるでしょ。なんかドキドキするな。 しなくていいね。耐える耐える耐える。ということで、はい、僕はこのちょっとピンときてない顔と、うんうん、泣いてる顔と、うんうん、キウイだったじゃないですか、うんうん、はい、あ、アダムとイブの、アダムとイブのイブ、まあ、アダムズアップルと言われている知恵の果実に手を出したと、はい、で、それで、あの、いろいろ芽生えてしまった、いろんな苦しみ、そして羞恥心とか、うんうん、はい、全てが出て、あの、楽園で暮らしてたところから追放されて人間が始まったわけじゃないですか、はい、まあ、聖書というか、うん、その旧、ね、その神の物語だと ね、うん、こちらはですね、うん、もしも、うん、ヘビさんがイブに食わせた知恵の実がキウイだったら、知恵の実じゃない別のキウイというね、うんうん、果実を勧めてしまったおっちょこちょいなヘビなわけです。ああ、そうね、リンゴを勧めてたら、あの、今語られている通りになったのに、うっかりキウイを、そ う、 うっかりキウイを食わしてしまったもんだから、イブのっていう、なんかピンとこない顔してる。あ、で、やっちまったやっちゃったっつって、あの、っていう、ちょっとかわいいな、そのヘビちゃん。だからヘビとイブのバディもののコメディです。展開コメディ。しかも、あの、人類創生前の、ね、そう、人類創生されずされず。せーの、ダダン。昔話ビランカですって、懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいのか。あの、桃太郎ビランカとかさ、はいはいはい、そういうあれですよ。ということで、今から鶴の恩返しビランカしていきたいと思います。思います。鶴の恩返し、一般的な話でいくと、はい、沖縄が罠にかかった鶴を助けて、その鶴が人間の女性に姿を変えて沖縄とその妻に恩を返すというあらすじね。僕は老夫婦がどうやって折ってるんだろうって覗いて見られちゃったから仕方ねえつって、うんうん、私は去りますっていう物語でしたね、うん、僕はこちらをベースにヴィラン化をしていこうと思います。よーい、スタート。はい、ということで、はい、鶴の恩返しヴィラン化20分、せーの、ドン、ドンドンドン。おお、さやさんが聞く？じゃないかもしれない。本当？難しくなった。好きな話です。あ、本当？うん、じゃあさやさんからいきます。さやさんの次。まあ、ヴィランかね、得てしてね、ヴィランじゃなくね、それってなる説ある。うん、もともとこの鶴ちゃんは、うんうん、はい、妖怪です。日本に住んでる妖怪です。はい、妖怪ちゃんだったの。はい。このおっちの男は、はいはい、生まれつき目が見えません。逆にこっちが困ってた。なるほど。そう、鶴が困ってなかったんだ。確かにヴィランだから逆転っていうね。逆に鶴が助けた、こいつを。はいはい。そう。で、うんうん、この子がこうお世話していくうちに、こいつのことめっちゃ好きになっちゃった。はいはい、鶴の妖怪ちゃんが。そう。だからこんな格
好じゃないの本当は、うん、本当はもっと、はい、もっと鳥の姿、そう、鳥の姿の、はいはい、そう、え、てか数々の男をたぶらかしてきたのよ。ほう、そう、でも毎回こう見ちゃダメよって言ってて見るから、うんうん、キリしてきたの。キリしちゃったんだ。そうでそれでその男の肉とか食って生きてたんだけど、ほう、でまあある日この目の見えない絶対にこう姿を、うん、確かに見ないね、見ない男で出会ってしまった。見ない、ね、そう、なるほど。で最終的に、はい、でもこの男に好きになっちゃったこの鶴ちゃんは、はいはい、自分の目をこいつにあげていなくなっちゃう。えっ、ヴィランからむしろヴィランやめたやん最後。そう、やめた。ヴィランをやめる物語だったんだ。え、待って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 、美女に化けて食ってあさってでしょ。そう、食ってあさってをして、はい、だから見ちゃダメって言ったじゃんって殺してきたこいつ。で、ビフォーアフターなんだからほとんど同じ感じの感じてた。ただ僕のやつが、うん、これハーピーを書いたんですよ僕、はい、ハーピーって西洋の妖怪で、うん、妖怪というかな、なんか半妖みたいな、そう、半妖みたいな、鳥の形した女性みたいなやつですね、うんうん、やばいのよハーピーたちって。血肉を食い荒らしたりとか、うん、え、人魚とかもだってそういうタイプなんだもんね。そう、人魚もそういうタイプだよね、うん、だからそういうタイプだったんですよ。でだからそういう感じでハーピー活動をしているやつ、うん、しかし西洋活動って、まあ、ハッピー活動ではないのか、破滑募金活動みたいな自分たちのハーピーの本拠地らへんだともう、うん、荒らしすぎたのよ。で有名になりすぎた、うん、騙せないと思う、はい、島に国に飛び立ちましたと、あ、日本に降り立ちましたと、うん、でいろんな男を引っ掛けては、うん、私の羽で折った糸っていう、うんうん、いつものその設定あるじゃない、うん、を高く売ってくるやつを探す。あ、もう人間界も漁らなくて済むように、うんうんうん、って言っていろんな男を漁っていたわけよ。はい、そうなったんだね最後は。あそうなった。なんか合作しちゃったね、なんかね。えい、やったやった、ついに27本討伐。おー、10本切った、残り9本。さあ、ということでここからはですね、手癖禁止と、皆さんのアンケートの結果、わらちゃんのカードが引かれたので手癖禁止。なんかゲンさんの絵っぽい、さやさんの絵っぽいっていう、はい、その要素をみんなから聞いて、ね、なんとなく聞いてみて、あと絵柄ね、いつもと同じ目の描き方とか、うん、顔の描き方、あ、そうそう、しちゃダメです。はい、さやさんの禁止事項こちらですね。ショタ、膝、長髪、民族系、さやじお、下ペロ、大きなお目々、太眉、獣耳、スニーカー禁止でございます。僕の禁止事項いきましょう。はい、1番、はい、僕のやつか、コードメカ、そして2番セーラー服、はい、よく描きますね黒セーラーを、うん、すぐ描きますね。で3真顔、表情を描けと、はい、無表情禁止はい、いや不思議な生き物、はい、変な生物も描いてない、そういうことですね。5眉なし、はい、眉毛を描きましょう、はい、で 6荒れたやつ、荒れた荒野か砂漠とか、そういう荒廃した世界とかを考えてもね。で7スーパーナチュラルパワー、はいはい、全体的に能力者禁止ということです。そして8人外、人外、さっきのハーピーちゃんみたいなのはダメってことですよ、うん、女の子女性禁止で、なんだっけ、あ、そう、闇系か、最後闇系、ぐるぐるおめめとか、うん、こうちょっとこう幸が薄い病んでる系の女の子、病んでる系も、まあ、女の子じゃないです、もう闇系全部で、はあ、うん、やばいなこれ、ちょっと面白いな、やばいね、面白いけどちょっと怖いな、うん、怖いなこれ、書けないかもしれない。一旦30分で、まあ早く終わったらやめます、うんうん、よーい、スタート。これ見ててもみんなも楽しいかなって思う人が書けたんだけど、どうすればいいですか。見てちょっとさやだよそれは、うそ、これさや、僕それはさやだとわかるの、うそ、ここの角張りは私、全部ゲンさんだよ。マジ？これと全部ゲンさんだよ。マジか。あれ？服着てるのに？はい。ということで、でも隠さなくていいんだけど、何も書いてないから。はい、完全に絵柄を封印する、はい、全てを封印して、全てを封印されて、別にもう、はい、画力ゼロに戻った状態の夏目さんち。せーの。ドン。じゃあみんな先入観なくして、うん、パッて今なくしてバーンってきて、誰書いたこれ。ゲンさんとは言わんでしょこれ。いやね、ゲンさんがね、資料でね開いてた絵がヒプノシスマイクだったので、ね、最初ね。だけどやめて、僕の中の少女漫画、ちょっと昔の少女漫画に行ってみた、うん、
いやで、さやさんね、これ最初、うん、最初キングダム見てたの。ああ。キングダムを、はいはいはい、見ててやってたんだけど、うまく書けなくて、そっからジョジョ行って、結局なんか、海外の俳優さんの写真見ながら書きました。まあ、あ、でも、全然似せてないけど、ね、うん、息子。許してほしい。助けてほしい。はい、皆さん、あの、これね、これが、こうなりました。はい、違う人でしょ。さすがにセーラー服ちゃんね、これ、はい、これがこれになります。全然違う。さあ、皆さんの投票の結果、はい、このカードに書いてある企画はせーの、ドン。うわ、ポケモン擬人化、ポケットモンスター擬人化対決。1位EV、 そして2番手ルシフェル、ルシフェルハピナスでした。なので僕とサヤがそれぞれ書くので、うん、EV とハピナスっていうことになりましたね。はい、じゃあ25分らしいです。サヤ、はい、さんのいろいろと和睦した結果 OK ですか。ゲイさん OK なら OK プーって言ってくださいね。 OK プー、じゃあ用意スタート。なんだ。でもこうポケモン世界にいそうな髪型にしたいな。これさっきの絵柄で描き始めたら面白いね。先生治ってないよって。擬人化なんで、あの獣的なところなくそうかなと思ったけど、それは気の迷いです。嘘です。忘れてください。ワン、ツー、スリー。はい。皆さんは今第43銀河にいます。どこまで行っちゃったの。嘘、なんか皆さんがなんかハピナスさんの闇落ちを感じてるみたい。落ちてはいなくない？落ちてはないよね。落ちた後落ちそう。落ちとるやないかい。落ちとるやないかい。それは落ちてる。ということで、ポケモン擬人化ハピナスとイーブイ、せーの、デドン。バッチリ名の通りルシフェルだよ。こちらハッピーナースですよ。ハッピーナース。はい、ハッピーナースですよ。ハピナスちゃん。これこの子だってさ、うん、ポケモンセンターにいたらさ、うん、やられるって思うよね。そしてさやさんは可愛い。イーブイです。可愛い。イーブイくんです。イーブイくんなんだ。はい、弱気ちゃんです。弱気だね、うん。これ進化してゴリゴリにかっこよくなるのを見てみたいですね。ね、多分サンダースになるとさっきの絵柄になる、うん。やめてよ。もしかしてあと5本？あと5本。え、今入ってる分1、2であと3本しか入ってないってこと？ここに。あ、これか。いくよ。見て見てみよう、見てみよう。いくよ、ま、はい。あと3本しか入ってない。ほら、さやが今これ入れてる1本、うん、ゲイさんのところに1本で、ここに3本なんで、あと5本入ってますね。あと5本です、うん。ということで今ここに来たんですけども、近いんですよマイクに。ここです。次書くのここ、ここ襖になりますね、この部屋の。イエーイ。ということで今からここに書く人とこっちの手元に書く人で分かれてやろうかなと思います。今見えるかな。でもちょっと今まだね、僕の下書きがセンシティブなんで、ちょっといや、またセンシティブなんかいって感じなんだけど。やっぱりまだ服着てないんかい。そう、またね。ということでやっていきましょう。じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そっち見なさい。よろしくお願いします。じゃあさやさんはげんさんが襖に書いてる間に絵文字ガチャを一人でやってます。いきます、よーいスタート。クジャク、時計、これなんか剣がこうやってなって、なんかクロスソードみたいなやつ。よし、じゃあ30分でさやさんクジャク、時計、なんか剣かけます。よーい、どんとこどんぽん。襖の方がですね、ただいまこんな感じの進捗になっております。この辺弱き、ね、いる。でここがナピメ。なんかゲイさんが描く弱き心かわいいね。なんかそう、どういうこと。待って、あと何本入ってんの。3本だよ、残り。残り3本。残り3本やばい。よし、じゃあ文字、せーの、ガチャ。花嫁さん、ウインクしてチュッてしてんのかに口紅だそうです。じゃあ20分でよーい、ナピ。入れちゃいます。最後の1本、最後の1本、最後の1本です。最後の1本来ております。バカだね。最後の1本、ほら見て、空っぽ空っぽ。ケース自体はもう空っぽ。はい、皆さん、その子が OK だったらじゃあ襖に行きますか。はい、皆さん、その子 OK なんで襖行きます。お、ついに
じゃない、はよ書いて、はよ書いて。ここに来て終わんなくなっちゃう。あ、気持ち悪くなっちゃう。バカ野郎。すごいね。すごいね。この企画終わると思わなかった。こんなこと言うとあれだけど。うん。適正禁止おじさん書いてました。謎でしょ、ここ最後にやつ来ちゃうの。あの人、適正禁止おじさんって。あの人、そういう名前なんだ。今決まってるんだ。もうこれで終わり、終わりそう。僕の方はこれでもういると絵が描けなくなってる。いや、よくない、まだまだ描きたい。それはやだ。いや、もうここまで長かったね、ゲイさん。なんでちょっと、ね、やめて、ちょっと死亡フラグみたいに立ってるの。え、なに、え、なに、え、どうしたの。なんで急にエラーなんだけど。え、なにそれ、なにそれ、え、どういうこと。配信落ちた。え、配信落ちた、待って。おー、超びっくりした、今ここにあるパソコンがね。あ、よかったよかったよかった。今画面が真っ暗になったんだ、今びっくりした。びっくりした、超びっくりした。泣いちゃうかと思ったね。とりあえずすり込みますね。はいはい、皆さんこれをやって終わりです。終わり。粒を今すり込んで、僕の方はこちらで終わりです。イエス、終わった。終わりました、うん、ということで、シャーペン36本のシーン、はい、使い切るまで配信、こちらで終了とさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事36本、無事終わりました。やりきりました。これもう、この指が証拠ですね。ありがとうございます。もうテロテロ、炭素効果してます。炭素効果だよ。はい、で最後、はい、はい、こちらでシャーペン 0.9mm2B36本使い終わったわけですが、はい、終わったわけですが、最後ですね、これがだいたいどれぐらいの時間かかったのかを、はい、ちょっと正確じゃないんですけど、うん、はい、今だいたいちょっと計算した結果、見てます。トータル時間、はい、約45時間。お疲れ様です。お疲れ様です。もしかしたらもうちょいいってるかもしれないんだけど、はい、あの厳密にはあのラフ書いてたりとかしてる時間もあったので。そうね、コピックとほぼ一緒だね。わー、でもほぼ一緒なんだ。でもコピックもわかんないな。なんかね、コピック配信ってあれはさ、コピックの他に線画も書いてたから、そう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 、実質多分半分ぐらいなんですよ。だからコピック全部使い切るまでっていう単純なインクだけだと20時間ちょいとかだと思うの。うん、だけど今回はもうずっとこれのチャレンジをし続けて、はい、45時間以上。お疲れ様でした。ということで、シャーペンの芯1ケース使い切るまでチャレンジ、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。このテカテカの指を見て、テカテカなの、テカテカなの。最後終わり方怖すぎる。